皆様、こんにちは。クラフトアーティストの宗木由紀子です。今日はご参加いただき、ありがとうございます。今日はですね、母の日に、カードで感謝の気持ちを送ろうということで、母の日に送るメッセージカードを作っていきたいと思います。5月14日が母の日ですね。今からしっかり準備してお母さんに感謝の気持ちを伝えられるようにしたいと思いますね。今日はこんな感じに出来上がります。じゃあ、まずは白い画用紙をご用意ください。ありますね。じゃあ、まず一番最初にこの下の台、このクレープの形みたいになってますけど、ここを作っていきたいと思います。じゃあ、長い方を半分に折りますね。ちょっとだけ折って印をつけたいだけですので、ちょっとだけ角を折ってください。じゃあ、こんな感じで印つきましたね。まあ、私は皆さんにわかりやすいように、黒ペンで印つけますけど、皆さんは折っただけで大丈夫です。こんな感じでつきました。じゃあ、これを、クレープの形にしたいんですけど、もうこれは、感覚で、3等分。ちょっと形が良くなるように、ちょっと最初はふわっとさせながら折ってみてください。まあ、余分なところは切りますので、まあ、大体こんな感じでしょうか。余分がこんぐらい出るぐらいの感じですね。じゃあ、形が決まったら、グッと折ります。はい、折りました。じゃあ、折れたら、じゃあ、今度はハサミを持って、この余分なところをここ切りますね。じゃあ、ちょきちょき切って、この上の耳みたいなところもちょっと切ります。それで、まっすぐじゃなくて、ちょっとだけ、こう、弓なりに、山形に切りますね。下書きがなくても大丈夫な方は、フリーハンドで書いて、切ってみてください。じゃあ、これも切りますね。はい。じゃあ、こんな感じで、台ができました。じゃあ、今度は、マスキングテープを用意してください。じゃあ、マスキングテープで、ここの、この、ピラピラになっているところを、くっつけますね。こんな感じで貼り付けます。マスキングテープは、今、100均でもめっちゃ可愛いのがいっぱい出てますよね。思わずいろいろ買うけど、案外使い道がないけど、いろんなものに可愛く使ってみてくださいね。はい。じゃあこんな感じで止めました。じゃあこれは一旦置いといて。じゃあ今度は、赤とピンクの画用紙用意してもらったと思うんですけど、まあ母の日といったら赤いカーネーションがまあ結構メインだと思うので、じゃあまず赤色から、これでハートを作っていきたいと思いますね。それでハートがお花になりますので。じゃあ、これで、だいたい、まあ、定規がある方は測ってもいいけど、測らなくても別に大丈夫です。だいたい4センチぐらいのところで、折りますね。はい。じゃあ、この、4センチぐらいの、じゃあ4センチぐらいで折り目をつけたら、その折り目に沿って切りますね。まっすぐ切って。はい。じゃあこれをさらに半分に折ります。まあ、これはギュッと折らずにふわっと折ってください。後で開いてハートにしますので。じゃあ、輪になっている方を左の方に置いてもらって、まあ、ハートを上手な人はフリーハンドでやってもいいんですけど、ハートを上手に作るコツがあるんですね。それで、こっち側になっている方に、ひらがなのうを書くと思って、うの頭の点は書かずに、うの下側だけをう。こ
この感じで書くと思って鉛筆で書いてみてください。じゃあ、ハート4つ作りますね。4つ。う。あ、だんだん大きくなるな。う。はい。こんな感じで、ハート4つ、うができました。じゃあ、線に沿って切ります。こんな感じでいい感じになりましたね。じゃあ4つ全部切ってください。毎回お伝えするかもですけど、ハサミをうまく使うポイントは、右手をこうじゃなく、右手はだいたい固定のままこの開け閉めだけやって、左手で回すんです。左手が結構ポイントなんですね。左手が結構器用になります。ハサミ使っていると。これ全部切って。はい。じゃあ赤いハートはできましたね。じゃあ切ったら開いて。はい。じゃあこれはまた置いといて。じゃあまたピンクを出しますね。ピンクは赤よりちょっとだけ一回り小さくしたいんですね。それで、まあ、4センチ弱。まあ、大体で大丈夫ですけど。また折って。じゃあ、線のところに沿って切ります。また一緒ですね。半分にやって。よいしょよいしょ。ここは通ってください。じゃあまた、輪を左にして、う。これも4つ作ってください。う。う。う。まあ、いっぱいつけたい方はいっぱいつけても別に大丈夫です。後でまた調節してみてください。じゃあ、これも切りますね。じゃあ皆さんは鉛筆で下書きして、もし線が気になる方は消しゴムで消すといいです。より綺麗ですね。はい。どんどん切ってください。はい、じゃあピンクもできました。ハートがいっぱいなだけで、なんかいい感じになりますよね。じゃあ、今度は、これお花がこう、取れるようになってて、それでここにメッセージ書くようになってるんですね。このメッセージのこの台紙を作りたいと思います。それで、これ、こう、ちょうどこのぐらいになりたいから、だいたい、コーンの3分の1ぐらいのところの幅、これは今3センチぐらいですね。それで縦は、まあ、ハートもちょっと貼らないといけないので、ちょっと長めになったら、8センチなんですけど、ちょっと余裕を持って9センチぐらいにします。だいたい幅が3センチと、9センチ。長さが9センチですね。それで、うちの猫登場。それで、まあ、髪は白でもいいし、ピンクでもいいし、何色でもお好きなのをやってみてくださいね。じゃあ私は、白でやってみます。じゃあ。ご視聴ありがとうございます。続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、SNS でのシェアもよろしくお願いします。